県書とは、日本の天皇が居住する宮中において、三種の神器の一つである、八鏡を祀る場所。現在の皇居においては、宮中三殿の一つである。八鏡そのものを祀るというより、八鏡を、天照大神家のお玉城として祀ると言った方が、正しい。かつては、内史が管理したため内史書とも称され、遺書、御琴書、恐れ書、賢書などともいった。 現在は、九中三殿の中央が、賢所とされる。なお、賢所で心境そのものを、賢所で、九中三殿そのものを指すことがある。三つの部屋に分かれており、手前から、外人、内人、内内人と呼ばれる。外人は皇族のみが入ることが許される部屋、内人は、天皇、皇后のみが入ることが許される部屋、内内人は、 天テラス大臣を祀っている部屋である。起源としては、主人天皇の代に、八鏡を皇居外の笠縫いの湯に移したが、皇居では、神境の片城が作られ祭祀が続けられた。なお、笠縫いの湯の八鏡は、水人天皇の代に山和姫命により、伊勢へ移動して祀られた。これが、現在の伊勢神宮の起源である。宮中の片城は、 平安時代前期まで天皇の生活の場である代理の忍事殿内で祀られていたが、歌天皇の代に、天皇の生活の場は、清涼殿に移ると同時に、心境は天皇の身辺から分離され、運命殿内の南側の密社に法案され、ここが賢所と称されるようになった。それ以後、運命殿と領記殿との間の西側の庭において、毎年12月に、 天皇隣席のもとカグラが開かれた。後に代理が後輩すると、剣書は春郷殿に移された。ありがとうございます。